はいどうも、FX オリガルヒをご覧の皆様、そして視聴者の皆様、そっか塾の久保でございます。今回は FX オリガルヒの入塾された方で、71歳の男性の体験の声をお話ししようかと思います。FX オリガルヒは、だいたい40代中盤から後半、50代の方が主なんですけども、まあ70代の方もね、何名かいらっしゃいます。その中で今回ご紹介するのが、まあ入塾当初からね、 fx で経験はないけども頑張っていきたいとずっと fx の相場解説を拝見しておりましたという方の今回ね、えー、結果についてでございます何百万稼ぎましたみたいな華々しいものではありませんけども結構ねこの方順調に成長してきてるんでその辺をご覧いただければと思いますよろしくお願いしますはいえーとまずねこの方の2022年 半年間の FX の売上利益の実績気になると思いますんで、これをもうね、お話しときます。え、仮集計11月の末で占めてるんで、12月は入ってませんけども、え、約100万円、98万円が、今のところね、売上つまり利益として計上されているということでございます。まあ、細かく言うとね、何千何百円とかになりますけども、大体100万だよっていうふうに、ここではお伝えさせていただきます。そんなに変わらないと思いますんでね。 えそして、えー、期間が大体6ヶ月間で締めたということです。12月はまだ月末の締めが今日12月30ですので、来てませんので、えっ、ー、と、これ11月末の時点で数字を止めてもらって、ね、まとめてもらって、それでその後お、メールでインタビューさせてもらいました。えー、で、月賞が平均にすると13万円ということです。FX の世界で月賞というと税引き前になりますんで、13万円が実質的にはね、 最大で、えー、半分ぐらいになっちゃう可能性がありますけども、まあ、ああの、月賞が13万で、えー、利益的にはそうですね、まあ、あはっきりとはわかりません。他の所得も合算してになりますけども、大体7万手残りってとこじゃないですか、13万だと。はい。はい。で、初期投資金額が100万円です。えー、FX オリガルヒに来てくださったときに、この方は100万円をちょっと事業かなんかに使ってみたいと思ってるんですっていうふうに言われました。で、 この100万円も貯金がたくさんあってって話じゃなくて、最大限避けるのはこのぐらいで、これがなくなるとね、結構苦しい暮らしにはなるんで、いろいろと勇気は言ったけども、今回頑張っていきたいということだったと思います。で、内訳なんですけども、まずね、証拠金は70万円ぐらいを確保したいということで、FX の XM 証券ですが、こちらの方に70万円を入れる見積もりだったそうです。というのが、折り返しの費用が30万ありましたんでね。 当時のオリガルヒの販売価格29万8千円を払うと、100万のうちの内訳70万が証拠金になるかなっていうところで計算されたそうです。結構だからいい資金配分だと思いますよ。こういう風にやっていけるのは。で、70万円の証拠金って一気になくなったりしませんからね。うん、ちゃんとロットの調整すれば、減るにしても、ああ、60万になった、50万になった、ついに30万になったかって言からね。調整しながらやっていけますみたいな そうしたらデモに移して減らないようにしていくとかっていうことですから、じゃあ初期投資の100万円が急になくなるかって言ったらそんなことありませんからね。この辺もよく理解して参加されていると思います。はい。で、71歳で FX スタートです。あの、生涯で FX や投資の勉強なんてしたことがないという、ね、ごく普通の当たり前の人生でございます。ね、段階の世代からちょっと後になりますけども、でも大体私のね、お父さんお母さんと 言っても過言ではない年齢なんじゃないかなと思います。ちなみに私、年齢50歳になりました。はい。で、そっか塾の FX、毎日の相場解説をもともとね、2年半見ていたそうなんですよ。ずっとそれを見ていて、あ、こういう風に FX ってのはあるんだなっていうのを意識したそうです。 うん、でも細かいそのテクニカルとかっていうのはねテクニカルってものがあるそうだなっていうことは分かっていたけども具体的に、えー、それがねダブルヘッドとかねダブルヘッドア部ヘッドショルダーとかね2点底とかっていう概念はなかったみたいですはい、えー、そしてこの方の背景ですけども地方の中小企業勤務です、えー、工場勤務だそうですけどもねで健康面の問題で70歳で仕事を辞めたということであの相場解説を 見ていてその途中でお仕事を辞められていわゆる今の暮らしまあ隠居生活ですね本当に隠居暮らしに入ったそうですで仕事はもうできないっていうふうに実感したそうですいろいろとこの辺の思いも語ってくれたんだけども仕事は大変なんですけども、うん、仕事に就けなくなるこれで最後もう仕事をしなくなるんだなと思ったらなんか社会から離れたような感じそういうふうなねなんか虚無感もあったみたいです 自分はこれからどうすればいいんだみたいな気持ちもあったらしいんですよ。だからこそ余計によし、じゃあ FX の世界でちょっとやってみるか。で、久保さんとの、ね、縁もうさらに強めて、なんか久保さんに属してみようかなというふうな気持ちで、まるでね、会社に就職するような気持ちで私のところに来てくれましたね。はい、えー。そして今、厚生年金を受給されてるそうです。厚生年金はだから多分ね、毎月15万円ぐらいの検討じゃないですか。うん。でも、とっても不安だそうですよ。 でなんか副収入を考えた時に暗号通貨は事件が多くて難しそうだとそして MLM できるような人脈もないで工業品の作業ばかりしてきたので起業にも自信がないっていうふうに正直に言われてましたこういう中でじゃあ起業しましょうとかねネットワークビジネスやりましょうとか暗号通貨チャンスがありますよっていうふうにいかないのが私のコンサルなんですよじゃあどれしましょうかっていう時にますます FX に可能性を感じるようになったんです っていう風に、えー、おっしゃってくださいました。もうまさにそうなんですよ。企業のセンス、FX には特に必要ありませんし、MLM やるようなね、商品知識とか、集客力も必要ありません。暗号通貨ちょっと爆チすぎるんで、お勧すすめしません。これは暗号通貨で一山当ててきた私だから言えるんですけども、これはもう無理だよと思いますね。暗号通貨どうこうっていうのは。はい。やっぱり FX が全ての基本になると思います。はい。で、次。 え実はね、この方、受講中に72歳になったんですよ。はい。誕生日おめでとうございます。で、こういうことも言ってくれましたね。これはね、えー、この12月に入って、対談をお願いした時に、その雑談の中で言われてたんですね。正月が今度遊びに来るんですよ、と。孫がね。で、小さくて古い持ち家を自分は住んでるんですけども、まあ、ここはね、ローンも何年か前に終わって、 奥さんと二人で静かに暮らしてるそうなんですよでお子さんとかももうね独立して出ちゃってるみたいで二人でポツンとやってるそうなんですがあ、ね、最近までは仕事があったんでいわゆるサラリーマンみたいな暮らしをしていたけども今は朝起きなきゃいけない時間があるでもなく起きて朝食取ってぼーっと過ごしてお昼奥さんと昔話をしてみたいな感じで自然と会話も少なくなってきたごくごくある定年退職後の家庭だそうですね。 で、そんな中で、あのー、喜びといえば、やっぱ家族が帰ってくることなんですよね。息子や孫。これが来ることが何よりの楽しみと。それ以外の人間関係はね、ほとんどないと。町内会もちょっと参加してるけども、やっぱり体の調子が悪いんで積極的に役員やったりはできないから、単なるね、あのー、人数合わせ、名前合わせになってるというふうに自覚されてました。この辺もね、私も町内会長やっていたところで、あの、結構話が合うところだったんですけどね。で、昨年はクリスマスプレゼントに、 お金のことが心配で、孫の望むものがね、買えなかったというのが悔しかったらしいです。うん、それはね、クリスマスの後にお年玉来ますからね。<laughs> で、今年はね、約束した通りのものがプレゼントできて本当に満足したっていうことを言われてました。その上、お年玉でも加工がつけられそうだっていうことを言われてましたね。これ私としても非常に嬉しいことだなと思ってます。 で、本当に FX オリガルヒ、クボ塾長には感謝しておりますってことを、も、ま、う、あ、重ね重ね言われてね、私も恐縮してるわけなんですけども、孫もね、一人二人ならいいんですけども、全部で五人もやってくるので、<laughs> 先立つものは悩みの種。要するにね、五人の孫が来るってことは、まあ、五人のプレゼントが必要なんですよ。で、五人に対してお年玉もいるんですよ。みんなが小学生ぐらいだったらいいんですけどもね、中学生や高校生になってくると、やっぱそう、さすがにね、それなりのものがかかりますし、 社会人になってしまうと孫とはいえどもまあ万という単位の、ね、お祝いとかがいるでしょうっていうことだったんですけども今まではその辺がちょっと非常にね、えー、苦しかったらしいんですよ、うん、でも今回は自分の思った通りのことができてちょっと鼻が高いみたいなこと言われてましたねはい、でね 今回どうしても私対談をして欲しかったんで、ズームでの対談をお願いしたんですけども、結局、それは叶わないことになりました。え、対談も顔出しもご容赦くださいということでメールをいただいたんで、それをね、ここで、ちょっと一部修正しながら読ませていただきます。ちょっとね、言い回しがほんと独特だったんで、皆さんには分かりにくいかもしれないんでね、えっと、現代語訳させてもらいました。え、久保塾長からはズーム対談や音声対談をお願いされておりました。恩ある久保塾長には申し訳ありませんが、 この十数年、仕事中、事中ですら死後をほとんどしてこなかった私です。部下に指示、指導をしてきたわけじゃない。誰かに何かを語ってきたこともない。また私は古い人間です。映画俳優のような容姿でもない私が、容姿ってのはね、見た目ですよね。これ私が漢字間違えてます。すいません。映画俳優のような容姿でもない私が、この顔を人前に、人様にさらすことには抵抗がありますと。これ十分わかります。 私の両親もね、カメラ向けると嫌がりますんでね、恥ずかしいよって言いますからね。で、覆面 YouTuber としての出演も考えましたが、まあ今ね、覆面 YouTuber タカさんブームですから、覆面 YouTuber としてどうですかってお話したんですが、なんせ台本を棒読みする程度も喋りができませんということだったんですよ。ということでね、あ、これは無理しちゃいけないなと思ったんで、今回メールでのやり取りを私がまとめてこういったスライドショーにするって形にさせてもらいました。すいません、対談すれば本当に一番良かったんですけどね。 でも、あの、この方の真意は伝わると思います。はい。FX オリガルヒでやったことなんですけども、この71歳の方が言われるためには、あの、二つのことをやったみたいです。一つは、毎日3回から5回更新されるリアルタイム相場解説で、テクニカルの何が今使えているのかってことを確認したそうです。自分でも相場解説するんだけども、解説を、設定をした後でね、仮説を作った後で、タイミングよく送られてくるのと照らし合わせて、 あ、ここは気づかなかったなとかね。あ、これは自分の考えた通りになってるなっていうので、テクニカルっていうものが自分に対してね、どのくらい身についたかを確認していったそうです。二つ目。で、その中で具体的にマスターした手法。これがレンジ内オプションとトレンド、ブレイクアウト戦略ということです。まあ、FX をやる人は必ず一番最初にこれ攻略しますよね。でも、ほとんどの方が何を攻略してるのか、何に向かっているのか分かんないまま、ただただ、 あのエントリーを繰り返しててるってところが実情でしょですので私は繰り返しレンジ内オプションを使いますよとかここを抜けたらトレンド行きますよとかねブレイクアウトですよってことねもう何回も何回も同じことを言ってるわけなんですようんでこの2つをマスターするともう自力でできますんででこの方も書いてくれてますレンジ内オプションとトレンドブレイクアウトの2つは FX オリガルヒでマスターすべき日本柱とも言えるこれはね FX の世界でマスターすべき2つの柱なんですよこれをマスターすると とりあえず4対6の世界には行きますそしてこの2つのことを今年はできましたというふうに振り返るのと同時に感想を書いてくださいました特にレンジ内オプションは非常によく出てくるので利益の大半はここにあると全てはチャートに補助線が引けるかどうかが鍵だが久保塾長の動画更新に加えて打てば爆速の返信で響く動画付きサポートは間違いに気が付きやすく正しい判断が浮き彫りになるので自信もついてくる つまり、精神力も日に日に増しているというふうに感想を書いてくださいました。ありがとうございます。私もそうなっていただければなと思いながら、日々のオリガルヒ動画更新をさせていただいております。はい。で、この方の来年の目標です。今年は前半でロシア問題におけるトレンド発生という機会を捕まえることができた。あ前半は結構ね、簡単でしたね。バイアンドバイでしたけどね。で、後半は、 あの日銀の介入などの材料を徹底的に回避して、要するにギャンブル的要素をどんどん回避してですね、もうカースのトレードに終始したって言ってました。で、あくまでテクニカルの可能性を探ることで利益を確保したということで、どちらかというと、守りつつちょっと攻めたみたいなバランスだったみたいですね。で、 毎月13万円平均の売り上げということは、厚生年金が2倍になったことになるっていうふうに、まさにね、年金を今リアルタイムで受給されてる方なんで、この辺の価値を重く取ってるところですね。自分と奥さんの年金収入、それに加えて、FX からの年金収入ということで、生活は一気に楽になった。要するに、家計所得が1.5倍になったみたいな感覚らしいんですよ。はい。それでね、一応これで一息つけたが、来年はこれを大きく伸ばす。 ということよりもリスク管理に重点を置いて売上利益的には現状維持であっても足場をしっかりと固めたいという風におっしゃってくださいましたここのバランスも非常に大事です勝ったからこそ価値を伸ばすんじゃなくて負ける要因を排除するっていうところに今度はあフォーカスするわけなんですよねこれがね、できることが大事なんですよ勝って負けない勝って負けないこの2つの組み合わせでやっていきます ついついね、勝った時って、よーし、もっと勝つように頑張るぞってなっちゃうんですけども、これ商売と違いますからね。やっぱり年の効果、すごくいい視点を持ってらっしゃるなと思うのが、次の一言に収まってます。商売と違って、常に最高益よ、と考えなくていいのが私向けだ。FX もそうなんですよ。あの、私もね、年々売上利益が上がっていることを表現することがありましたけども、これもね、ちょっと改めようかと思います。あの、ある程度の、 売上は目標にしますけどもでもね、ここを終わらないように、例えば私がね、今更ね、FX の所得が年間で500万切るようなことはないようにしたいんですよね。さあ、リスク管理をすればこれ大丈夫ですかできますかいわゆるロスカットラインをエントリーと同時に引くような感覚なんですよ。これを FX のスタンスのやっぱ根底に置き直さないといけないかなと私もね、改めて感じることができました。はい、ありがとうございます。だから、この方は来年も、 大体、だいたい毎月10万円前後の、あの、勝ちでいいから、あ大こけしないように注意していくよっていうことだと思いますね。いや、本当にそれもね、私のね、皆さんにお伝えしたい真意ではあるんですよ。勝ち抜いていくことも大事ですけどもね、別に FX で月収100万いかなくても大丈夫なんですよ。だって、月にね、プラス10万とか5万でも、そこにたどり着かない人が多いわけですから。だからまず月に5万、10万を目指していきましょうよ。 そうなってリスク管理ができたら今度はまたね20万30万行けばいいわけですよ旅は長いわけですから1年2年で月収100万そんなことを考えなくてもいいんですよあの投資の神様ウォーレン・バフェットも言ってますゆっくり金持ちになりなさいということなんですよでもゆっくり金持ちになろうとする人が少ないから金持ちは少ないんだって言ってますねはいで最後に FX のオリガルヒのおすすめです この方からのメッセージです。FX を一人で攻略できる人は天才だと思います。ほとんどの人は普通の人です。特に投資や FX などの教育を受けてこなかった人ばかりだと思いますので、専門学校に通うつもりで入塾されると良いと思います。サポートの厚み、速度はこれ以上のところはないでしょう。躊躇しているうちにまた一年過ぎますよ。一緒に頑張りましょうというふうなあなたへのメッセージです。いかがだったでしょうかはい。 で、最後に私からです。初めて私からのメッセージですね。えー、FX オリガルヒ、12月30、31日がプレの最終募集です。半年間プレセールをやってきましたけども、最後です。え、あと1、2名、あと1名ですよ。29万8000円でのご案内です。今なら2台特典付きで、こちらの方はメールでどんな特典なのとお問い合わせください。えー、令和5年1月1日、つまりもうすぐですよ。明日、明後日で49万8000円になります。ね。 一人で稼ぐ。それは今 FX なんですよ。昔はアフィリエイトだった。昔は YouTuber だった。今一人で稼ぐは FX。特に体力、健康面に自信のない人はこの FX でぜひね、しっかりとお金の稼ぎ方、攻略してみてください。それでは本日は以上です。どうもありがとうございました。お疲れ様です。メール待ってます。